はい、みんなこんにちは。40歳のセミリタイヤに向けて資産1000万円を貯めているクマです。5月4週目後半、今週も節約、投資、自分磨きなどなど頑張っていきたいと思います。それじゃあ早速スタート。金曜日、おはようございます。本日の起床時刻5時54分。早速まずはみんなに一つご報告があります。実は昨日会社の研修担当者さんへデモレッスンを実施してさ、それの出来によって仕事を任せてもらえるか、もしくはもうちょっと練習が必要かってのが判断されるんだけど、ありがたいことに無事に合格、晴れてフリーランスとして仕事を受けられるようになりました。ってわけで早速今日の夜から新しく担当する生徒様へご挨拶をする予定です。すでにめちゃくちゃ緊張してるそれじゃいつも通り朝の準備を進めていきますか。まずは大麦若葉の 100% 青汁を飲むんだけど、今日からはプロテインも追加しちゃいます。青汁1袋にプロテインを3杯、牛乳 300ml、 シェイクシェイクブギーナムーナ騒ぎしたら、はい、完成。青汁の色が結構強めに残ってんね。果たしてどんな味なのか、いただきます。おお、うまい。まずくないとか普通に飲めるとかじゃなくて、シンプルにうまい。こりゃいいわ。せっかくプロテインも飲んだことだし、筋トレもやっていきます。はい、終わりました。ワイシャツにほいっと変身完了。今日のお仕事始めていきます。今日は夜からのご挨拶に向けて資料の作成&準備だね。英語を話せるようになりたいって頑張る生徒様をしっかりサポートできるよう全力で取り組んでいきます。ふう、おっきい。午前中こんなもんかな。休憩がてらスーパーへ買い出しに行ってこようと思います。こうやって時間に縛られることなく自分の予定を自由にこなせるのはフリーランスのいいとこだね。ふい、帰りました。ただいま。だんだん長袖だと暑く感じるようになってきてるわ。お昼ご飯食べていきます。いつも通りのラーメン&納豆。今日は白だしをかけてみたいと思う。ご飯の後は仕事は一旦置いといて、来週水曜に投稿する動画の編集を進めていきます。さらに引き続き夜の資料の準備&イメトレをして、あっという間に夕方、夜ご飯作っていきますか。今日は丸ごと玉ねぎのトロトロスープ、玉ねぎにウインナー、お湯、ソーミシャンタンを入れて、あとは茹でるだけっていうシンプル簡単料理ね。これ妻がめちゃくちゃ好きな料理の一つで、玉ねぎがトロトロかつ甘みが出てうまいのよね。というわけでサクッと完成。ちなみに自分は茹でるよりも炒める方が好きだから、同じ具材で野菜炒めにしました。そしてご飯を食べたら、ついにやってきました、ドキドキワクワクの生徒様とのご挨拶タイム。俺ももちろん緊張してるけど、思い切って英語を始める生徒様の方がもっともっと緊張してるからね。笑顔で優しく、これから安心して英語学習を始められるように努めていこう。ちょっと笑顔がぎこちないねでね、ご挨拶を終えたら俺も緊張から解き放たれて一安心。今日から見始めたガンダム鉄血のオルフェンズに夢中になりつつ、金曜日は終了。今日もお疲れした。土曜日、おはようございます。本日は6時11分起き。今日は特にこれといった用事もないし、妻と一緒に一日のんびり過ごす予定です。早速まずはいつものやつ決めていきます。大麦若葉の 100% 青汁にプロテイン、牛乳、うまい、もう一杯。サクッと服を着替えたら、朝からのプレステ5ゲームタイム。
今はフォールアウト4ってゲームをやってます。出会う人の9割がいきなり殴りかかってくるっていうイカれたゲームですでね、1時間くらいかなゲームをして、今は外行き用に日焼け止めを塗ってるとこ。妻がパン屋に行きたいってことで一緒にお出かけしてこようと思います。はい、到着しました。パンと猫とご飯。ちょいぶさな猫がトレードマークっていう、なかなかインパクト強いパン屋ですでもね、中はこんな感じで静かで落ち着いてて素敵な雰囲気なのよ。美味しそうなパンもいっぱいあってさ、せっかくだし気になったやついっぱい買っちゃいました。でね、天気もめちゃくちゃいいことだし、帰りに公園でまったりのんびりデートとしゃれ込むことにしました。雲一つない青空、気温もポカポカで最高の日だね。ブランコではしゃぐ38歳おっさんですこれマジでめちゃくちゃきつかったです。大人になって体重が増えた分、腕にかかる負担が想像以上にすごくて、子供の頃はこんなんひょいひょいひょいって感じでいけたのに、あの頃の何十倍もきつく感じたわ。筋肉番付でこれを軽々やってる人たちの凄さを身をもって体感したね。その後ものんびりまったりそよ風を浴びながら穏やかな時間を過ごして、でね、家に帰りました。お昼ご飯作っていきます。今日は目玉焼き丼に野菜からの、買ってきたパンもいただいちゃいます。ちなみにパンのお供は映画ハムナプトラ3。めちゃくちゃ面白かったんだけど、ジェットリーが岡村隆史に似ててそればっかり気になってたその他にも動画の編集を進めたり、フォールアウト4をプレイしたりと、なんかあれだね、昨日の平日と今日の土曜日でやってることそんな変わらんね正直言って今はまだ担当してる生徒様の数も全然少ないし、あんまり平日と土日の違いがない感じです。ぶっちゃけめちゃくちゃ暇はい、完成、いただきます。うん、うまいね。完全に焼きうどんだわ。まだ鍋の素残ってるし、また作りたいと思います。そんな感じで土曜日も終了。今日もお疲れ&おやすみ。日曜日おはようございます。現在の時刻6時55分。今日は昼から卓球の練習がある日というわけで、早速コンタクトレンズを目に貼っつけて、外行き用の服に変身。 OK。 朝ごはんは昨日買ったパン。猫の形してるのが可愛らしいよね。まあ実際のあそこの猫はこんなんだけどでね、出かけるまではプレステ5ゲームタイム。ここ数日はフォールアウト4をやってたんだけど、今はご覧の通りホローナイツっていう別のゲームをやってます。やっぱりというか、予想してた通りというか、どうにもフォールアウト4にはまれんくてさ。俺昔からああいうオープンワールドの自由度が高いゲームってのあんまり楽しめんくて、自由すぎると逆に困るっていうか、明確な目標とか順路があってほしいタイプなんよね。敷かれたレールに沿って進んでいきたいっていう典型的な受け身の性格がこんなところにも現れてますはい、それじゃあラケット、シューズ、ユニフォーム、その他もろもろ準備して、いざ卓球に行ってきます。はい、到着しました。今回のバトルフィールド、ビア島スポーツセンター。早速ピンポンしてくるぜ。なんだけど、皆さんすいません、またやらかしました。練習に夢中になりすぎて撮影するのすっかり忘れてた。とはいえども、さすがに練習会場まで来る動画だけ見せて肝心の卓球の様子をお伝えできんのは本末転倒すぎるからさ、だいたいこんな感じだったよってことで、ひとまず先々週の練習風景を参考としてお見せしたいと思います。次回こそは忘れずに動画撮るよう気をつけます。すいません。
でね、練習の後はメンバーと一緒にコメダも行ってきました。俺の転職が決まったってことで、そのご報告だったり、それと俺と同時期に外資系の企業に転職した友達もいたからさ、そいつのご報告も聞いたりしてね。うぃー、帰りまして、ただいま。いやー疲れた。最近は気温も上がって練習場所も暑くなってきてるからさ、卓球といえどさすがにスタミナ消費するね。それじゃあ夜ご飯作っていきますか。今日はイカフライ、この冷凍されたやつをノンフライヤーでサクサクアチアチに揚げていきます。はい、じゃーん。おー、いい色してんね。油なしでこの仕上がり、やっぱ持つべきものは妻と友達と、そしてノンフライヤー様ですわ。そんじゃいただきます。サクサク、もうね、完全に揚げたてのイカフライ、めちゃくちゃうまい。そしてご飯を食べた後は本日最後のやること、来週用のおにぎり作っていきます。具材はここ最近ずっと妻がドハマりしてる塩昆布。俺がご飯をよそって形を整えたら、妻がラップに包んでいく、毎週日曜夜に行われる愛の共同作業です。完成したものがこちらになります。お米3合で計11個、妻が通勤中に1日1個食べるから2週間は持つ計算だね。 OK、 いい感じ。はい、というわけで5月4週目後半、俺の生活はこんな感じでした。ここまで見てくれたみんな、ほんとありがとね。こんな感じで駆け出しフリーランスとしての生活を、そして資産1000万円までの道のりも動画にして投稿してるから、もしよかったらチャンネル登録と動画への感想コメントもらえると嬉しいです。楽しみに待ってます。それじゃ今回はここまで。また次回ね。バイバイ。